こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。はい、みさきの部屋です。よろしくお願いします。お願いします。はい。今日は、このゴムを、カラーゴム。はいはいはい。あ、普通のゴムね。はい、はい、はいはい。これを使って、おしゃれに簡単に、紐風アレンジをやっていきたいと思います。ああ、紐風アレンジ、ちょっとやるけど難しいね、確かにね。紐巻きつけるのとかも結構テクニック必要なんですけど、それを今日はなんと簡単に。これ3つだけ？これだけです。3つだけでできる、はい、らしいんで。やっていきたいと思います。皆さん気になってる方、はい、これ今から三崎さんが失敗するかもしれないので、よかったらそれを見届けてください。お願いします。はい。それでは動画、スタート！ベイビーヘアオイルを使います。4滴くらい出します。しっかりと毛先から順に表面まで伸ばしていきます。くれ毛をここの隙間が埋まるくらい下ろしていきます。だいたい 1.5 センチ幅で下ろします。もみあげも同じように下ろしてください。残った髪の毛を手ぐしでまとめていきます。だいたい耳よりも指2本分くらい上でまとめていきます。カラーゴムを使います。この高さで一度普通に結んでいきます。ゴムの部分を押さえながらトップを少し高さを出していきます。ゴムを少しずつ下に下ろします。すぐ下あたりにもう一度ゴムで結んでいきます。また少し下にゴムをずらしていきます。髪が長い人は片サイドに少し持ってきて、もう一度ゴムで結びます。また少し下にずらしていきます。ゴムとゴムの間を少しずつほぐしていきます。反対側にも持ってきて、出てないところをまた出していきます。こんな感じでバランスを整えたら完成です。はい、こんな感じで出来上がりました。ポイントは、細かく崩すんじゃなくて、結構大雑把に太く太めに崩してあげるのがポイントじゃないかなと思います。お子さんとかもできるので、髪の毛の量が少ない方は細いカラーゴム、お子さんはカラフルなカラーゴムでやってあげたりとか、あと大人の方で大人っぽく決めたい方はベージュだったり黒のゴムとかで結構大人っぽく締めていいんじゃないでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。